はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、少し前に、少年クラブ、ザ少年クラブというね、毎週金曜日 BSNHK で放送されている、そのプレミアムの時にキスマイフット2が出られておりまして、トゥーアズワン、それからリボン、そしてスモーキンね、なんかありますよね、スモーキンスモーキン、ホット、ね、の3曲メドレーで歌われたパフォーマンスを見ながら私が解説をさせていただいたんですけれども、そこに、皆さんたくさん見ていただいて本当にありがとうございます。コメントを一ついただきまして、それをねちょっと読ませていただきたいと思うんです。ひまわりさんというひらがな4文字ね、ありがとうございます。コメント読ませていただきましょう。西川先生、早速ショープレ、少年クラブ、ザ少年クラブプレミアムの略ですね、ショープレの解説ありがとうございます。今回のシングルもジャンルが全く違い、どれもよく1番が選べませんと。さらに悪夢の YouTube も公開されましたが、こちらも新たなキスマイワールドになっていて、聴き始めるとやみつきになります。なるほど、ぜひこちらも見ていただけたら嬉しいです。この曲はソロでつないでいますが、メンバーの映像が一切出てこないので、誰がどのパートなのか聞き分けるのが難しいかもしれません、ということでニコニコマークまでつけていただいてますけど、いや実はね、こう2 as 1という楽曲、少し前になりますけども、ミュージックビデオがね YouTube に上がった時に解説させていただきまして、リボンもね、スモーキンホットも全部、それぞれ解説を勝手にさせていただいたんですけれども、で今回ね、シングル発売されたので、ちょっと私もねいろいろ実は調べて、どの初回版なんとか A とか B とかね、通常版も含めてどれか買おうかなって実は見てたんですよ。でそこに悪夢っていう楽曲があって、これはだから前に解説させてもらった3曲になかった曲だから、これ聴いてみたいかな、これが入ってるのがいいかなとかいろいろ考えてたんですけど、そんなことを言ってる間にこのねキスマイの YouTube 公式 YouTube の方にこの悪夢が上がりまして、で今回ひまわりさんがこれを、教えていただいたのでね、でこれ通常版に入ってるんですね。これを今からですね、もちろんフルじゃないとは思うんですけれども、ちょっとね聴かせていただきちゃおうというふうに思っております。で先ほど書いていただいたソロのパートでつないでいるということなので、これね、私皆さんの歌声を聞いてすぐこれが誰だってなかなか分かんないと思うんですけども、ちょっとね何度も何度も聴いてしまう、曲になっている、やみつきになりますと、こういうねひまりさん書いてくれてますので、早速その楽曲を聴かせていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。再生ポンとしたら今広告が出てきてますので、ちょっとお待ちください。広告をスキップさせていただきます。すいません。えい、さあ来ますよ。タラダン、タン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 、なんか車道の真ん中のこうね線の上をどなたかが歩いてますよ。タン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 、頭すごいな、なんだこれ、何の生き物の被り物なんでしょうか。誰かが歩いてますね、ネクタイして。さっぱりわかりませんが、トゲトゲと痛みます。あ、トゲトゲなんだあれ。おぼろげまどろむばうたうわさってスティック、笑いましょう、こんな関係ちゃんちゃらおかしいことなんぞ、さあさあお兄さんここです。面白い歌、やっつけて忘れてしまいましょう、人生今日も雨と鞭で、月があるからでも別れとしたら基地を求めるさがは胸の中、難しいメロディ、くすぶれば何度でもいい声、いい声を何度でもバカめることもあるもんでしょう。ここいいねパート、絶え間ない悪夢狂ったほどに愛を巻いて周りを取って、いいメロディ、いいとこになった一秒後現実へ舞い戻って、エンジェルマネがスティックパート、なんかラップ入ってきた、二階堂くんかなこれ、ほらウィアブレイクフレーム、せかしじらしらし今をおつんれ、わあ朽ち果てるように散り舞うより、ここもいいよこのフレーズ、終わったものもあるけどね、起きてもなおね、浮かんだよ、いいね、うの入り、かざす光、いい声、いわばそれが始まりっていう、
絶え間ない悪夢狂ったほどに愛を巻いて舞い歌って、このメロディー歌いたくなるね。一秒を置く現実へ舞い戻って信じるまでがスティックバックやん楽しみミスターヨナナブレイクフレイせかしチラシラシ今を踊れ、うん、面白い世界観ですよ。もう面白い。タン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 。わ、悪夢という文字が出てきて。これアルファベット表記なんですよね。悪夢ね。A だけ大文字で KUMU。え、これあれですね。私今誰一人としてってなんですけど、申し訳ないですけど、誰がどこっていうのがね、歌声で分かってないんですけど。3箇所ありましたね。逆にこれ誰か分かってないから、歌声だけでこの人の響きいいよ、ちょっともう一回やってみようかな。ちょっと待ってください。西武園遊園地の広告が出てきましたけど、ちょっと待って。リボンが今出てきました。リボンはちょっとすみませんね、一回戻させていただいて、皆さんね、コメントでもうお手数ですけど、ここが誰なのか教えていただいたら非常に嬉しいんですけど、てんてんてん、 3箇所ありました、パートで。ここが誰かわからないながら私が聞いて、ここのフレーズいいぞって。さっぱりわかりませんがトゲトゲと言いとみます、おぼろげまどろぶまぶったうわさです。でここはリズム感いい人ですよね。笑いましょうこんな歓迎、チャチャラおかしいことなんぞ、さあさあお兄さんここです、そこです、やっつけて忘れてしまいましょう、人生今日も雨とめちで、月があるから誰もわからねえ、そしたら基地を求めるせいがワン。これはなんか色っぽい歌い方しますけど、なんかくすぶれは何度でも何個でもバカ見ることも、そう、ここバカ見ることもあんでしょうの、ここのフレーズ歌ってる人の、声の通りというかね、鳴ってる位置が素晴らしいし、声がダラララダラララって鳴ってる時のやっぱ抜けがいいですね。はい、私はもう このパート歌ってる人の声の出方好きです。誰なんでしょうか。はい、誰もわからねえ、基地はさらねえ、あら、ちょっと戻っちゃったかな、目の中でくすぶれ、ここね、何度でも何個でもわか見ることもあるもんでしょう、うん、ここのくすぶればのところね、たまない悪夢狂ったほどに、まあこのサビのとこはみんなで歌ってますもんね、いいとこになった一秒後現実へ舞い戻ってシュッパー、これはラップのとこはやっぱ二階堂くんじゃない、よらよらブレイクフェイク、せかしじやしゃりやしまはおぞれ、うん、果てるように散り舞うように、夢はすでに終わったものもあるけどね、起きてもなおね、今のとこもいいよね、ちょっと戻ります、ここの2番じゃないか、このラップ終わった後の、夢はすでに終わったものもあるけどね、ここのフレーズのところね、これも音の響きが、あ、なんかうまいこと止められなかった、音の響きがね、やっぱこの基本的には鼻の奥に響いて鳴ってもらいたくて。で、いい出方というね、まあ、一般的にはですよ。でそこで鳴ってる音の中で「ダラララダラララ」ってこのメロディーをたどっていく、その音程の取り方が非常に歌い回しとして私は素晴らしいなと思います。ここは誰なんでしょうか。はい、もうちょっとだけいきましょう。こんなのもありかな、みんなに尋ねちゃうって。舞い戻って信じるまでがブックバッシャーシャー、君と楽しみしてよなよなブレイクフレイク、せかしじやし今も踊れ。
今2分03秒きました。この後ろの音楽面白いね。ちょっと超中国っぽいアジアっぽい感じの。もう一回歌のフレーズあったっけこの後。あもうないか。じゃあちょっと飛ばしちゃったさっき。終わるけどねのとこね。起きてもなおね。浮かんだ夢にかざす光、いわばそれが始まりっていう。うん。ここの今のね、浮かんだ闇にかざす光、いわばそれが始まりっていうって、このいわばとこのフレーズのところの方も、歌い始めにちょっとこうねエッジボイスというか、いわばこの歌唱力でこうねメロディーをたどる歌い方、あとその途中のダラスダラガステテレっていう、やっぱり音程リズムを取るときにちょっとこう余裕感があるというか、私の中ではこの3パートかな。うん、もう全然どなたがどの声かがわからないこと、いいことに好きなように私がやってしまってますけれども、でもなんか、今通して聞いた中では今挙げたね、3つのフレーズのところが、うん、なんかすごいボイストレーナー的に聞いたらいい響きだなとか、歌い回しが上手だなとかっていう、感じがしますので、ちょっとね、分かりにくい部分もあったかもしれないですけども、もし、歌割りがしっかり分かるファンの方がいらっしゃいましたらね、あえて誰か歌ってるか分かんない状態で歌声だけ聞いて、ボイストレーナーがこの3フレーズがいいぞと挙げたところ、分かりますか皆さん、どこか自分でもやりながらもうちょっとね、皆さん分かりにくいかどうかは、分かりやすいかどうか分かんないですけど、1個目が 1番の笑いましょう、こんな感じ、この後か、ここなんぞ、さあさあお兄さん、ここです、そこです、やっつけて、まあここじゃないね、人生今日も雨と鞭で、月があるから誰もわからねえ、そしたら基地を求める作業は胸の中で、この後か、くすぶれば何度でも何度でも若見ることもあるんでしょう、このくすぶればのところからバカもなあるもんなんでしょうまでね、この方が一人目でしょ。で降りちまうようにで終わったものもあるけどね、このね2個目が今の今踊れの後、朽ち果てるように散りまうようにすでに終わったものもあるけどね、ここの歌い回しね、ここの歌い回しの人がこれが2人目、私がいいなと思ったところで、その次、浮かんだ闇にかざす光、いわばそれが始まりっていうっていう、はい、この部分が 3人目、私が今聞いてて歌声だけで、いいなと思ったフレーズの方たち3人挙げさせていただいちゃいました。こんな動画で良かったかどうか私もわからないままに今日は終わっていこうと思います。ということで今回はキスマイフット2の、2 as 1 の通常版に収録されている悪魔という楽曲を、YouTube 公式で見させていただきまして、思うままにお話をさせていただきました。皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。